やれることはやり始めましたということのようでした。はい、おはようございます。アサヤメンタルクリニックの院長増田裕介です。本日は、ジャニーズの対応というテーマでお話ししようと思います。性被害があった場合、会社側はどういう対応すべきなのか、対応した方がいいのかということですね。そういうことをですね、ちょっと皆さんとですね共有したりとかお話したいと思います。もう出来たてほやほやのニュースですね。はい。知らない方もいると思うので最初からお話しすると、ジャニーズ事務所っていう日本の大きな、芸能事務所がありますよね。SMAP とか、いますよね、いろいろジャニーズのタレントが、嵐とかね。で、その大きな事務所なんですけども、そこのトップでありプロデューサーであったジャニー喜多川氏がですね、長年、そこの所属している少年たちに対して性加害を行っていたんじゃないかってことが、業界の中で暗黙の噂として知られていた。そしてそれを実際ですね、裁判になったこともあるんだけれども、テレビとか、雑誌とかメディアはですね、マスメディアは報道しなかったということがあったようです。それは2019年までの話ですね。2019年にそしてジャニーさんが、寿命を、で亡くなったということです。で、2023年の3月にですね、そのような実態を、イギリスのですね報道局 BBC が、ドキュメンタリーとして放送したんですよね。で、3月7日にイギリスで、英語圏で世界配信して、で、日本語版はですね3月の18、19、9日に配信されたということです。はい。で、このような実態があった。で、しかもですね、それはグルーミングだったんじゃないかというふうに言っているわけですね。つまり、アメとムチ、若い子どもたちに対してですね、子どもたちに対して、うまくアメとムチを使い分けてたわけですよ。だから性行為はするけれども優しくやる。だから混乱するんですね。ひどいことをされてるんだけれども、一方で昼間はですね優しく振る舞ってくれる。そして彼が上司であるということですよね。君たち芸能デビューしてスターになりたければ、お金持ちになりたければ僕の言うことを聞くんだよ、僕から嫌われたらスターになれないよっていうことを、暗に示していたというかですね、忖度させてたっていう実情がある。そして悪く言え、そのあまりにもパワーが強かったんで、テレビ局とかいろんなマスメディアまでそのジャニー喜多川氏に対して忖度してたんですよね。で、その結果彼の、性加害は止まらなかったということです。で、グルーミングですね。グルーミングっていうのはとにかくそのアメとムチを使い分けられているので、相手を恨めない状況になっていることですよね。だからそういうタレントさんが多かったということですよね。ということを報道しました。で、4月12日ですね、その時に被害を受けていた男性がですね、記者会見を行うんですね。で、それは日本のマスメディアの前ではなくて、海外メディア、日本にいる海外メディアの人に向けて会見を行ったと。で、さすがに日本のテレビ報道少ない、よくないよねみたいな話になって、この BBC でこういうのが取り上げられてるの誰もこうニュースにしないとおかしいよねってことで、インターネットに取り上げられたし、僕も YouTube で取り上げたりしました。で、今日ですかね4月22日に、事務所側から対応、今回の件を受けてこういうふうに対応しますよっていうことを、マスコミにですねファックスしたのかな、連絡が行ったということのようです。で、ジャニーズ事務所の方でですね、言っていたのは大きく3点ですね。だから今回の件は真摯に受け止めますよと。で、その社内ではですね、タレントおよび社員に対して、会見前にもヒアリングをしたし、会見後にももう一度ヒアリングをし直しましたと。で、その結果事件性のあるものは今のところ確認できていませんということです。ただなかなかね、言い出せない人がいる、こういう性的なトラウマに関することなので言い出せない人もいるっていうことが分かっているので、社内向けおよび、一度退職された人、退社された人に向けた、
向けて相談窓口を2つ用意しますということのようです。で、その相談窓口っていうのは第三者機関による相談窓口を用意しますということでした。そして一人にパワーが集まりすぎないように社外取締役も置くようにしていきますという形で、連絡がいったそうです。で、まあもうちょっとねことが明らかになっていったらまた連絡しますよということで、まあそういうメッセージが送られたということのようですね。なるほどと。まあやれることはやり始めましたということのようでした。はい、まあこういう話もね批判だけで終わるんじゃなくてこういう対応しましたよってことも動画にしていかないとフェアじゃないと思ったので、こういうニュースが出たのでね動画を撮りました。はい、で実際ですね性被害ってどれぐらいの人が遭ってるんだろうっていうことを見るとですね正確なデータは出ないんですけども、3割強の人はですね受けてるんじゃないかなと思います。それは女性だけじゃなくてですね男性も含めてですね、あと性的マイノリティの人も含めて3割ぐらい、もしかしたらもっといるかもしれないですね。で実際そこから鬱になっちゃうとかで PTSD のようになってしまう、傷がない人たちと言わないですよ。傷はあるんだけれども自分でコントロールできる人と、傷があった結果自分でコントロールできなくなるぐらいまで傷ついてしまう人っていうのは、まあここから1割ぐらいなのかなと。だから 2-3% ぐらいの人は PTSD とかですね、そういう類するような形、うつ病だったりそういう類するような形で、まあ、苦しんでしまうということなのかなと思います。うん、だからなんかこう僕も統計データを見ててよく思うんですけども、この1割っていうのがやっぱりミソだなと思いますね。ミソっていうかなんか偏見とか差別偏見がなくならないとか理解が広がっていかないことのミソな気がしますね。だからうつ病になる人もね人口の1割ぐらいって言うじゃないですか。だから1割ぐらいの人が苦しい思いをしている、だけど残りの9割の人はなんとか我慢できたりとか苦しんでない、こういう状況だと本当にこの1割の人たちの声っていうのは無視されがちですよね。でまたですね、被害に遭っても自分でこう傷をこうなんかトラウマを呼び戻さないためにその人たちを批判するっていうのもあるんですよ。わざとその被害を受けた人たちが傷ついている人たちを見たくないがために否定したりとかすることあるんですよね。お前は嘘ついてる、お前は我慢しろとか、俺だって我慢したんだから、私たちだって我慢したんだから、お前らは苦しんでるふりをするなとか、まあ、言ったりするんですよね。だからなかなかそれは自分を守るために否定してたりもするので、まあ良くないんですけれども、でもまあそういう人間のなんか本能というか、そういう心のメカニズムっていうのはあるってことを知ってもらいたいし、実際その PTSD の人たちって否認っていうのもありますから、否認のメカニズムが働いたりするので、まあって感じですね。そして被害を受けた側が混乱して、混乱の中でですね10代とか20代だと性的な性的行為をすることも多いんですね。その時には加害者にもなりうるわけで、なかなか複雑なメカニズムがありますね。はい、で治療としてはですね、周りの人はですねその人を責めるんではなくて、あなたは悪くないんだってことをしっかり伝えるってことが重要だったりします。で相談窓口っていうのもきちんとあるので、そこに連絡するのがいいですね。はい、性被害のワンストップとか言って、シャープ8891とかですね0120889177などまあいろいろあります。だから行政機関がいろいろ設置してくれてるので、まあ、こういうのを利用するのがいいと思います。警察とか直接行ってもですね、人によっては対応が難しい人たちもいるんですよね。それは専門的知識がない人ってたくさんいるし、その性被害の問題というよく分かんない人ってまだまだたくさんいるので、まあ、専門窓口を利用するのがいいんじゃないかなと思います。で精神科の患者さんで性被害に遭う人って結構多いですね。例えば発達障害の人でなんかこう暗黙のルールとか分からずについつい危ないところに行ってしまって性被害に遭ってしまうとか、そんなつもりはないのにと思って性被害に遭ってしまうとか、相手は OK したと思ってしまって性被害を受けるとかね、あとは HSP というか不安障害のとかの人ですよね。こういう人たちも性被害に遭いやすくて、強くノーって言えないんですよね。強くノーって言えないので、なんかいいのかなと思って周りは OK と判断してしまって、被害を受けてしまうとかあるんですよね。だから直接的なことは言えないんですよね、 HSP 傾向がある人たちって。
社交不安の人とか回避性パーソナリティ障害の人って嫌って言えないんですよ。嫌かもしれませんみたいな感じで濁しちゃうんですよね。でも分かってよっていう感じで言うんだけれども、直接的な表現を使わないと分かんないことって人間多いですから、それで被害に遭っちゃうということもあったりしますね。でもそれは、あなたが発達障害だからダメとかですね、回避性とか、社交不安障害だからダメとか、そういうわけじゃない、もちろんないですね。でもそういうことがあるよということです。はい。ということで、じゃあマスは何が言いたいんだって感じがするかもしれないですけれども、世の中っていうのは、こう歯切れの悪いものになりがちですね。複雑な問題なので、それを複雑な状態で扱わなきゃいけないと、なんか歯切れが悪くなったりします。なんだかこうね、これが問題だっていうのは結構分かりやすいんだけれども、そこからじゃあどうやって立て直していくのか、どうやって良くしていくのかっていうのは、なかなかね、直感的には分からにくかったりとか、スッと来なかったりしますけれども、でもこういうふうにね、相談窓口を設けるとか、国だって相談窓口を用意しているとか、ありますから、うまく利用してですね、被害を受けた人の心のケアをしていく、で加害者にはきちんとね、そういう罰だったり教育だったり受けてもらう、そして我々は知識をつけていくってことが重要なのかなと思いますね。はい。ということで、今回はジャニーズの対応というテーマで、お話しました。以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンもチャンネル登録、私の方よろしくお願いします。ではまた。